こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田裕美です。イルカの時間です。あなたもね、なんか、追い風が、いろいろ吹いてるね。そうですね。ね、昨日面白かったよ。ナムさん言ったじゃん。自由学園でやってた。なんだっけ。あ、そうだったな。たま、コミュニティビジネスのね。そう。うん、あれでも10年やってんだよね。すごいね。ね、すごいね。やっぱね、高野常泉さん。高野さんね。私面白かった。うん、白衣、ね、そう、白衣師のね。うん。あの人は、まあ、いろんな、こう、ネタがあるんだよね。まあ、修羅場くぐってきてると思うんだよね、なんか。そう、あの人こそなんかこう、なんていうのかな、思うがままにな、生きてる。うん、だからまあ、いろんなさ、こう、ハードルじゃないけどさ、うん、まあ、ハードルどころかなんか、ね、足引っ張れるんだけどさ、うん、それを、こう、突き抜けてな、うん、やる強さがあるよな、うんうん、あの昔ね、唐沢秀明さんか、ローマ法王にさ、唐沢なんとかさんがやったあのローマ法王 の、 あの、うん、ナポレオンの裏だかなんだかっていうのがあってさ、あの面白いなと思って見て、あのモデルだよね、どう思ったか分かんないけど、うん、モデルだからね、うんうん、スーパー公務員で、うん、あのことなかれ主義の、うん、ね、村に、ま、町おこしというか村おこしで、うん、次々いろんなことやってっていう、うん、そうだよね、うん、まあだからあの人はあれだから、もう UFO の専門家だから、うんうん、だからあの 11PM でさ、うん、の UFO 番組とかね、うん、日テレずっとやったじゃん、うん、ね、アイナの仕事をずっとやってた人だからさ、うんうん、で白衣師でその UFO 博物館みたいなのさ、そうな作ってさ、うん、それで村おこし、うん、町おこし、うん、やったわけよ、うん、な、うん、でそれだけじゃなくてさ、うん、やっぱ実際本当に過疎のさ、うん、村な、うん、あ、なんだっけ、限界集落っていうのか、そう、限界集落ね、はい、ね、で、まあ、そこでもうほっといたらもうね、亡くなるようなところ、消滅する、だから人が亡くなるたびに村の人口が減っていって村が消えてしまうみたいなね、だから18年間子供が一人生まれなかったっていうところな、うん、でそこでそのお米の美味しいところだったから、そうね、あ、それをこう世の中に知らしめて、うん、ね、それこそ会社作ったね、あの村がね、そうでお米の販売をして、うん、蘇って、うん、で若者たちもどんどんとね、うん、その村へ、うん、移住してくると、うん、いう中で活性化させたということでな、うん、見せたんと、うん、だからアイデアが次々湧いてくるっていうのもだし、うん、そのピンチになればなるほどさ、うん、ご多分ひらめきが冴える方なんだと思うんだよね。そうだよな。あとほら、葉っぱビジネスのおばあちゃん、そう、徳島のな、おばあちゃんたちがね、それこそ刺身の妻とかさ、うん、日本料理の懐石料理にちょっと端っこにのね、なんてちっちゃなもみじとかさ、うん、ああいう葉っぱを取ってきて、うん、もうすごいやらだってたからね。そうだよな、あれで、うん、1000万ぐらいな年収がある、うん、な、おばあちゃんがパソコン使ってやるんだからな、うん、そう、もう今はなんとか、なんだっけ、LINE を作って、ああ、そう言ってた。LINE のグループで、何かが欲しいって言ったら、私取りに行くみたいな感じで、もう、瞬時に皆さん動くっつったよ。そうだよな。うん。うん。だからまあ、本当に、運動にはなるしな。健康にもいいし、経済もいいし。でしょ、結局だから自分が稼いだお金で、自分の子供たちや孫にもお小遣いもらうんじゃなくて、あげることができて。うん。うん、ねえ、最高だよね。そうだよね、うん、だいろいろアイデアでさ、うん、ちょっと昨日面白い話聞いてさ、うん、ある人がね、老人ホームで働いてたのって、うん、で、まあ、だいぶ昔の話でさ、うん、1人で100人ぐらい面倒見なくちゃ大変じゃん、うん、夜になるともうそのナースコールじゃないけど呼び出されてさ、うん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 、ねえ、うん、もう、寝る日なので、うん、ねえ、それでさ、その人は何をしたかっつったらさ、うん、面白いんだよ、もう職員もみんないないしさ、うん、ね、その時みんなでね、映画の鑑賞会やった、うん、それもねエロビデオやったんだって、うん、そしたらさ、うん、もうさ、うん、車椅子にもこう自分では映れないような人が、うん、もういそいそと車椅子に乗ってさ、うん、やってきてさ、連れてけってのもんだ、そうなんだと、うんうん、で喜んでそれ見てさ、うん、でじゃあその人はさね、うん、また今度借りるけど、うん、もし私に迷惑かけたら、うん、もう今度借りないよとか言ってさそしたらさ、もうみんな本当にはいとか言ってさ、その夜はもう静かにもうああ、ナースコールもなし、
それも素晴らしいアイデアだね。すごいでしょ、うん、だからそういう何かさ、うん、なんか人間 の本能的なものにこうピッとこうアクセスするわけじゃん。うんうんうん、そうなんて大事だよな。だから、うん、ああいう徳島でもさ、やっぱりさ、お金ってさ、うん、すごくこうモチベーションになるじゃん。そうだね。うんうん、な、その執着するんじゃなくて、やっぱりお金が入るということによって、こう、意欲が出てくる。うん、な経済回っていくわけだからね。根幹だよね。そうだよね、うん、そうだからまあね、高野さん血液だって言ったけど、うん、まさにその血流が足りないわけだから、うん、だからその中で本当に葉っぱ、まあ、取りに足らないと思ってるわけじゃん、みんな。それがお金になるっていうことでさ、で取りに行くならさ、うん、少々足痛くったってさ、うん、行くよ。そうそう、足の痛みがなくなってくるわけだから、そこに入ってくればさ。いやでも健康的になるともよく野山を駆け巡ってさ、そうそうそう、いいじゃん、森林浴じゃん、うん、ね、空気のいいところ駆け巡ってさ、気持ち、朝早いって気持ちもそうでしょ、もちろん、そう、だからね、なんかさ、欲が悪いみたいにさ、うん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 、思うけどね、うん、だけどその、まあ、食べることの欲もそうだし、うん、そのおじいちゃんたちの選び道じゃないけど性欲もそうだしさ、 それから睡眠欲か、うん、これ三大欲だけど、あとやっぱ物欲っていうのもね、うん、これやっぱ人間肉体持ってる限りはさ、うん、あるわけで、うん、ね、霞区って生きるわけにいかない、そうだね、うん、電車乗りにも金がかかる、うん、ね、うん、何住みたって金がかかるわけだから、うん、やっぱりそうい う金銭欲とかね、うん、あるいはなんかちょっといいものを持ちたいとかさ、うん、そういったものってさ、うん、やっぱりこうなんか人間の生きる力をね、うん、引っ張り出すところがあると思うね。だから上手にすると付き合っていかなきゃいけないし、そうそうそう、そればっかりまみれてしまったらさ、そう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 、ちょっとあまりにも美しくなさすぎるし、ね、そういうことだよね、うん、そう、だからね、そういった欲に対するブロック、うん、な、そういうのがさ、うん、これは多分さ、やっぱり教育でもあると思うんだよね、うん、日本人特有のもんかもしれないしさ、まあね、記憶正しく美しくじゃないけどさ、そう、だから製品がいいっていう感じになるけど、うん、でも多分さ、本当にこうなんかいろいろね、ずっとこの週末ニュースとか見ててさ、うん、沖縄の民意も示されたわけで、うんうん、でもそれでもね、平成を装っている、うん、あの人たちってどんな人たちなんだろうと思う。そうだよね、うん、うん、あれはね、みっともないよな、うん、あー、で、あれならやっぱ一つの反面教師にしながらさ、うん、うん、だからといって、なんていうの、欲を排除しようっていうことじゃなくてさ、うん、やっぱり自分の生命力が高まる程度のね、うん、欲を持ちながらさ、うん、うん、そう、いやー、本当だから、ある程度ちょっとずるいところもなくちゃいけないんだよ、したたかなところっていうかさ、うん、そう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 、で最後に昨日ジョセンさんがね、最後に総括の時にお話しされたのが面白かったのが、なんか椎茸、椎茸を作ってるところに視察かなんか行ったらしいんだけども、すごいおばあちゃんなんでね、で視察に行った人がこうずらっと並ばされ、横に並ばされて、年収3000万以上のね、人がいたら手挙げてったら誰も手挙げないわけよ、じゃあそのおばあちゃんも3000万稼いでるわけよ、でもう見てったら面白かったんだけどね、まあ、ちょっとした袋に入った干し椎茸がね、900円、うん、それよりちょっと大きいのが1300円、うん、どっち買うって言ったらみんなやっぱりこっち買うわけね、1300円、そう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 、大きな袋がだったらお得感、うん、そういうふうに商売をするんだ、ああなるほどね、うん、うん、だから倍だから900円の倍だから何だろう1800円っていうそういうんじゃなくって、うん、そのお値頃感でいうと、あ、こっちの方が安いよねって言ったらそっちを買って、そうだよな、うん、うん、商売っていうのはそういうもんなんだっていうのをね、何かまざまざと思い知ったっていう、なあ、あんただってあれじゃん、グラム単位で計算するわけでしょ、そうだよ、うん、だからそれでもグラム単位で計算したものを捨ててしまったらもったいないけど、ちゃんと使いこなさなきゃいけないからさ、うん、だからさ、そういう知恵、知恵者がこれから生き残るってさ、うん、知恵がなければいい、うん、そうだよね、ちょっとしたね、ちょっとした知恵、うん、そのなんかむちゃくちゃ欲張りな自分が独り占めして、そう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 、してしまおうっていうことじゃなくてな、うん、だからお客様はなんか得した気分みたいな、うん、今日の株価したなと思って、こちらも1300円の方買っててくれたの嬉しいなっていうさ、なら、まあ、なよく言 う, こうウィンウィンってな、そう、うん、自分も相手もね、うん、得するような、うん、これは別に物質的な問題じゃなくて心理的にもな、そうだね、エネルギー的にどっちも、そうそうそう、あ、今日は良かった今日は良かったっていう、そう、それがやっぱりその支払った対価に見合う以上であることがさ、うん、やっぱり続く条件なんじゃないの、 そうだよ、ね、そこそこじゃダメなんだよ、うんうん、そうそうそう、うん、だからそれは大事なことよ、うん、だから特にまあね、お金に関しては、ブロックがね、うん、非常にこう強くあるからさ、うん、ね、だからもうちょっとそれは解放してあげてもいいのかなって、それは自分のためにもなるし、お金のためにもなるし、うん、またそれが世の中のためにもなっていくわけだからね、うん、うん、それは思う、うん、うん、
だから私のところでさ、例えば体占い勉強したり、うん、いろんなレッスンしたりする人に、そのかかった分の授業料、うん、それ以上は絶対それで稼いでねって。そうだよね。だから体占いをもしワンデー 32,400 で勉強したならば、うん、ワンデーの体験講座とか、うん、ワンデーのイベント出展、うん、体占いのイベント出展で、絶対 32,400 以上、うんうん、そうだね。稼いでねって。そうだね。それが正しい、やり、動かし方だと思うよ。そう、それ、そういうこと意識しない。と良くないからね、うん、うん、と思う、うん、大事なことだと思う、うん、まあそうだね、うん、うん、まあだからそういう私で知恵と工夫と、うん、ね、少々の欲という、そうだね、なバランスを良く、うん、そうだね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。